それの分と小物かを。なるほど。これ全部一緒。びっくりした。いつのことその、当たったの。んこれはいつのこといつ今月、8月の真中ぐらい全部で16000円ぐらい ?26000円なら間違いない。間違いじゃない。そんなに、そんなにあるじゃない。うん、大丈夫そうよ。あ、ほんまだ？うん、大丈夫そうよ。26000円とかだと、その、1万6000円かな、そう。うん、いや、大丈夫よ、これ。うん、本物で通るよ。大丈夫よ。だから、そのネットの、なんだっけ、特別に、なんか全部で2万いくらじゃない？特別セールで全部で 2万いくらとか言うんだったら、まあ、おかしくはないよ。どこのサイトですか？ヤフオークション。うん、いや、そのヤフオークションの、その、お店ね。お店。男の方ので、普通の人。個人？普通の人？うん。個人の人。ただ、トルコのお金だけ。電話も出ないので、ただ、ヤフオメールだけ。そうですね。ああ、これは違うね。うん。そうね。なんでかっていうと。だってね、1ヶ月ぐらいで来ないとよ。お金払ったビルも。だから、うちのお父さんがびっくりした。なんでその安い。いつもほら、買い物してるけども、放置してた。そうね。16000円。16000円ぐらいも安すぎるね、確かにね。うん、だからびっくりした。そうね。やっぱり1万いくら？うん。あ、違います。あった。26000円。ああ、26000円。いや、26000円いくらやったらね、なんか、いや、ダメ。これはダメってことは全部ダメやね。そうよ、ネットダメよ。ヤフオクション？ヤフオクションがダメじゃなくって、その、なんて言うんだろう。例えばさ、うちのお店もヤフオクション出してるよ。だけどほら、お店がちゃんとあるじゃない。そういうところだったら大丈夫。ヤフオークションはダメじゃない。こっちの方だったら。しかもその連絡も取れ、電話しても連絡が取れないとかいう人ダメよ。個人はダメ。で、しかも個人だけど、例えば自分が使っててあれだからうんぬんって、個人の出品っていう感じの人だったらいいよ。やっぱりこっちで買ったり買ったりなんてね、今の。そりゃそうよ。そうなんだ。だって、もし後であれと思ったら、うんぬんとかでも相談できるじゃん。いや、だから、ネットで買うっていうのはね、相手がちゃんと分かってて、ちゃんと連絡も取れて、ああ、大丈夫だって、っていうことをしてしないと。だから、玉石、宝石も石ころも一緒にあるのがオークション。なんかちゃんと相手さんを見分けれたらいいけど、で、例えばさ、評価とかも、要するに、何万とか何千とかある人ってことはもう何年も使用しちゃうわけやね。だそういう人だったらほら、ずーっともう実績があるからいいけど、その人の評価見た。評価見ないとダメよ。オークションは。ただでも、だけ。だから、いいなと思ったら、その人の出品者の評価っていう評価欄があるじゃないですか。うん、それを見たら、ここ1、2ヶ月でしかやってない人なのか、ずーっとやってる人なのかっていうのがわかるから、あ、ねとか評価とかもずっと見たら、やりとりがわかるから、あ、この人だったら大丈夫っていうことがね、ちゃんと、大丈夫、特に自分だけで判断しないで、ご家族とかもこう見て、ああ、大丈夫だね。特にそのネットオークションとか分かってる人に見てもらってね。うん、物が見えなくても、その人が大体ちゃんとした商売をしてるかどうかっていうのは分かりますよ。それで。で、それで買う分にはいいけど、ネットオークションはやっぱり怖いダメじゃない。それは違う。ネットが怖いっていうのはもうちゃんとよく内容が分からなくてやってる人が言う人のことだから、それは間違いじゃないけど、もったいない。もったいないじゃない。そう、そっちの方が単純よ。だって物触れるっちゃけん。この間なかったですね。なるほどね。なるほどね。でもほら、それは、なんていうのその時と場合だから、あれですけどね。またこれこうやって。これも全部ね。そうね。これがダメだから、同じものだからダメね。やっぱりそういう。ちょっと厳しいね。こっちは私も。この間なかった、余るよ、裏で。そうね。まあね。いや、でもほら、まだほら、増えるでしょこうやって、まあ、品も出てくるし。まあ、ちょっとね。まあ、ネットはね、ちょっとね。よっぽど、ネットはよほど、こう。だって、すごいボロボロで、ほら、こっちの高いものをちゃんと綺麗にね。落ちてたなんでこんなボロボロに入れてるんですね。ちょっと、あれやな。これは厳しいね。もう一つがダメってことはダメやな。このマークだけだったらいけそうかなと思ったけど、ちょっとごめん。違った。でもよくできてるね。ケースも。そうそう。ほんとほんと。ガスバンも。ちょっと中見て。ネットオークションはよくよく気をつけてした方がいいですね。この間なかったもんな。もう、簡単だったね。ネットは本当よくよく気をつけて、ダメっていうわけじゃないですよ。ダメっていうわけじゃないけど、特に今の、個人なのに、こんな業者みたいな売り方してる人は、ちょっと要注意。店とかそれほかにね。いや、でもそれもやっぱり要注意よ。やっぱり相手さんをちゃんと見切らないとダメね。それなら直接ショップで買った方がいいね。ありがとうございます。まだゆっくり見てください、うちの方も。